から足の調子が悪くなって、はい、朝はそんなでもないんですけど、うん、その昼過ぎとかでだんだん歩行が困難になって歩きにくくなってきた、うん、それをずっと繰り返してだん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 歩きにくくなってきた、そんな感じです。とにかく痛くて、左足なんですけど痛みがひどくて、はい、足が前に出ない感じ、どこかこう腰掛けて、うん、どこかでこう休めばまたしばらくすると歩けるようになるんですけど、はい、しばらくは歩けない状態で立ち止まったりとか、どこかこう座れる場所を探したりして、はいはい、そんな感じでした。なるほど、はい、自分で数えたんですけど、はい、午後になってこう50歩目ぐらいから辛くなって50歩で、はい、痛くなってきて、あ、150、200になるともう完全に止まらないと、はい、アウト、休めないと、やっぱ外出が億劫になるんですよ。家から駐車場までのそんな感じだったので、それがちょっと辛いなっていう感じ、はい、なるほどですね、はい、朝起きた時に、うん、なんとなくこう今日は痛くなる日、痛くならない日って分かる感じがして、なるほど、立ち上がった時に今日はうまく歩けるかとか、そういうことがね、まあ、こちらで施術していただいたりして、うん、その効果もあって、はい、まあ、朝起きた時に痛くて目が覚めるということはほぼほぼなくなります。はい、なるほど、はい、時々やっぱりまだ、痛くなったりするんですが、そんなに歩けなくなるとかじゃなくて、はい、やっぱこちらに伺っているので、そのひどくならなくて済む、うん、はい、それがあります。あ、今はどいくらで歩けますか？なるほど。古町一番町から九番町、はい、あ、往復して来れるので、はい、ただやっぱバランスっていうんですかね、体の、なんか荷物を往復するっていう感じで、うん、何も持たないで、はい、体をまっすぐにして歩く、はい。一番町から九番町だと、そう、結構ありますよね。そうですね、行って帰ってくると40分から50分、うん、50分までかからないですかね、あ、はい、あ、もうここは本当に楽になりました。はい、ありがとうございます。こういう足枕って初めて使わせていただいたんですけど、はい、まあ、腰に座布団入れたりとか、あ、一瞬でもいいからこうちょっと伸ばしたいっていう、そういうのがあって、はい、でもそのと全然違って、本当に座布団の高さはないし、自然にこう足を置いて、すぐ休める感じで、はい、とても良かったです。あ、良かったです。はい、そうですね、先ほどもお話ししたように、うん、でも高さがそんなに気にならないし、うん、結構ワイドな感じですよね。そうですね、私あんまり寝相良くないんですけど、はい、そんな人間でも大丈夫十分に効果が得られるというんでしょうか。良かったです、はい、足がそこにあるという感じ、はい、はい、おすすめだと思います。ありがとうございます、はい。